んにちは、ぎっちゃんのきんちゃんと。なんだこれちっちゃい。まあですね、今回はね、またバスボール系ね、動画を出したいと思います。はい。今回はね、昆虫なんとかなんで、昆虫王国ですね。はい。昆虫王国のね、バスボールやっていきたいと思います。こちらはね、まあ、一通りね、昆虫なんですけど、まあ、ここに、カブトムシ、普通のカブトムシ、まあ、光で見えないと思うけど、普通のカブトムシと、甲殻殺虫オオカブトと、あと、オオクワガタと、あと、ギラファノコブリクワガタありますね。まあね、なぜね、このバスボールにしたかと思う、まあ、友達がね、普通にまあ、買ってきてくれたんで、まあ、それでね、動画に出したいと思って、まあ、今ね、撮っているってことですね。はい、もう説明ね、もうぐっちゃぐちゃでごめんなさい。じゃあ、風呂場へ、レッツゴー。はい、じゃあ中身を取り出してみましょう。はい。こちらですね、この色。紫ですね。まあ、これの、まあ、匂いがね、あるんですけど、これはブドウの匂いとね、なっていますね。じゃあ、二人で一斉に入れていこう。まあね、僕はね、狙い、まあ、カブトムシかな。日本のカブトムシだからね。二人の狙いカブトムシ。おう。よし、じゃあ、せーので行くぞ。せーので、行け下の方に映ってるのは、これが、こちらがね、僕のですね、まあ、わかんないと思うけども。すごい、もうシュワシュワ言ってるんだね。今、紫になっていってさ。これ取り出してみよう。あ、すごい。なんかトゲトゲみたい。なんか泡とかがなんかすごいあるね。ナオくんさんの方はどうなってる？はい。もうちょっとで出るか。あと少しで出ると思うけど。匂いがすごいね。ここでもね、匂うからね。だって早く出てこないかな。そろそろ出てくると思うけどな。これが、僕のちっちゃ。ちっちゃくなった。はい、出しました。はい、僕のがね、これ、残念な、オオクワガタです。こっちね、こっち。んで、右側のが、まあ、ナオグンさんの方がね、当たったんですよね。カブトムシが、うわ、しょぼいよ、狙ってないの出た。前回ね、カービィのやつでね、狙ってたの出たけどね、まあ、ナオグンさんがね、前回ね、寂しいね、マグロディだったけどね。今回はね、ナオグンさんが当てましたね、すごい。光ってる。少しなんか肉眼で見るとなんか光ってるように見えるんでね。んじゃあ、上がりますか。すごいなんかこの間あとぶん投げてこの中のねこれねなんか中から普通に出てきたんですね。よいしょ、粉々に砕いてやる。よいしょ、音がいい。じゃあカットします。よし、じゃあね、今回はね、まあ、当たったのが、まあ、ナオくんさんがね、狙っていたカブトムシで、僕が狙っていなかった、とてもね、狙いたくなかったオオクワガタでした。ではね、まあ、次はもしかしたらね、まあ、バスボール系ね、やると思うんで、じゃあね、今回もね、最後までね、見てくださいね。見てくださってね、ありがとうございましたね。日本語わかんない人みたい。まあ、じゃあ次も見ていってね。じゃあ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあのい。中村さんは言ったら。じゃあのい。